寝なきゃって思って、ピアスじゃないよこれ、ベッドに入ってたんですけど、なんかピッカ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 光るんですよ空が。って思ってたら雷で、その結構すごかったんですよ、ドッカーンみたいな。そう、その、結構な雷で、もうその雷とその光のおかげで寝れなくて、寝つけなくて3時半ぐらいまで起きちゃってたんですよ。で、まあ起きたのは、起きる予定時刻が6時半だったんですね。で、まあ6時半に起きたわけですよ。6時半過ぎぐらいに起きたのかな。で、起きてお風呂掃除してメイクしてってやるじゃん。まあ移動時間は寝れました。そう、移動時間寝たんだけど、もうなんかもう頭が動いてない、もうこんな。でもすごい楽しいロケでした。そう、でも悔しい部分もあった、自分にとって、ああもうちょっとみたいな、こうしてたらみたいなのあったかな、こうできたらよかったのにみたいなのはあったけど、なんか本当に周りのスタッフさんがあったかくて、そう、いや今日は5食じゃないです、今日は3食まあ3食って言っても本当に朝昼晩の時間帯に食べたわけじゃないから、まあ、きつかったんですけど、でも美味しかった。そう、ソフトクリーム食べました、2つ、はちみつソフトと、あとそばのアイス食べました。そう、美味しかった。いやもう本当にみんな移動時間寝てました、爆睡です。でもやっぱ車だから、そんなベッドの上みたいに寝たみたいな感じじゃなくて、本当になんかこう目つぶってみたいな感じだった。そう、でもすごい楽しかった。ほんとスタッフさん、周りのねスタッフさんがすごいあったかくて、いろいろ教えてくださるし、いろいろこう支えてくださるし、その反面、こう反面っていうか、だからこそ自分たちも頑張んなくちゃなって、自分も頑張んなくちゃなって思ってたんですけど、全然なんか自分あーみたいな、あーってなってました。はい、でもなんかやっとこう、今多分聞こえてると思うんですけど、やっとこう洗濯回すことができて、もうめっちゃ溜まってるんですよ洗濯物が、4日分ぐらい溜まってる気がする、結構溜まっててやばいですよね、回すタイミングがなくて。でね、聞いてよ、あの朝土砂降りだったの新潟、スニーカーで行ったんですよ、めっちゃ土砂降りで、傘さして行ったのになんか濡れてるの私、あの背中も濡れたし、スカートも濡れたし、靴も濡れたの。靴なんか歩くと、わかる？この踏んだ時の重さでさ、水がジュッて出てるみたいな感じの靴の中が。もうさ、本当に、ってなって。まあ、急いでコンビニでタオルと、新聞を買ったんですよ。で、移動時間が結構あったから、まあ、タオルでさ濡れたところ拭いたりして、でとにかく靴を乾かさなくちゃって思って、
だから新聞をとにかく靴の中に詰め込んで、靴にいっぱい詰め込んだわけよ。全部新聞一つ買ったやつを全部入れたの。全部入れて、なおかつくるんだの靴を。こう上濡れてるから上こうカポってやって、その上から私踏んで寝たの、こうやってそしたらあの2時間ぐらいだったんですけど、移動時間が、あのね、乾いたの。すごくない？みんなすごいでしょ。え、マジであのスニーカー濡れたらやってみてほしい。新聞をとにかく詰め込んで、新聞でくるんで、本当に これじゃダメだって思ったの。一日このまんまじゃ良くないって思って、やってみて、本当にすごいと思った。感動したもん私。そう、本当に、ね、新聞星になるね。いやマジで感動しましたねえ、ぜひやってみてください。いやでも本当に怒涛だったな。違う、私はねコンビニに売ってるもので、いる一番ミスするのってなんだろう。コンビニで売ってるもの、新聞だと思うよタオルとかよりかは絶対新聞の方がいいです。はい、おばあちゃんの知恵袋みたいなでも実際私実家でこう新聞取ってた時ってあのやってたから、古い新聞で。そう、昔の人みたいでバレた。え、じゃあやんなくていいよあなたはえ、感動するからマジで。今日ボムゲットしてきたよー、だってありがとうございます。いやもう本当にねすごいです、新聞マジすごい。今度やってみて。そう、新聞紙私入れて少し経って変えて、で入れて、で新聞も持ってるの限界だったから、で包んで踏んだのそしたらもうすごかった。いやマジで本当に感動でした。雨なのになんでスニーカー履いたの？いやなんか違うの、私が外出た時はそんなに雨降ってなかったの。さあみたいな、さあみたいな感じだったの。あ大丈夫だって思って、そしたら出てすぐだよ、ザーえってなるじゃんちょっとの雨だったら私普通にスニーカー履いちゃうんですよ。てかレインブーツとかそういうのないからさ私。そう、えみたいなもう本当に嫌だ。終わったって思ったもんマジで。あ終わったって、もうバッグの中も濡れたし、 T シャツ濡れるし、 T シャツ乾くよりか先に靴が乾いたってすごくない
もう本当にやばかった。もう最悪でしたよ本当に。いやちょっと明日ね、ロケ地は雨大丈夫だったの？なんかギリギリって感じ。雨降ってなかったみたいな、降っててもさーみたいな感じの強さだったから大丈夫だったんですけど、いやでも明日久々にオフなんですよ。そう明日オフなんです。でもやりたいこと山積みで掃除洗濯したいし、あの美容系にもちょっとやりたいんですよ。マツパ行きたいし、マッサージ行きたいし、ホワイトニング行きたいしもうそんなんで明日もっと天気ある？嘘でしょ？本当？え？本当に？え？そんなことなかったんだけど、私が見た時は。え？そんなに悪い？明日曇りだよ。雨雲レーダー見てみる。いや降らなくない？全部は無理そう。いやもう全部を入れようとしてる私。え明日、明日やばい？いけるよね明日。全部私詰め込もうと思ってるんだけど掃除洗濯してマッサージも行きたいし、あのマツパも行きたいし、ホワイトニングも行こうとしてるんだけどやばいかな。いやマジで急にじゃない？昨日までめっちゃ天気良かったのにさ。やだー本当に。早起き、そうだから明日朝早起きなんです。何もないのに早起きできたらちょっと早起きしたいなって思ってる。山中湖も雨予報なの？マジで？いやマジで全部できないかな。早寝しなきゃ。本当だよね、早寝しないといけないんだけどさ、そのためには。寝れるかな、早寝できるかなっていうところなんですよ。頑張っていくしかない。そうですよね、
や眠そう、そうなの、眠いの、眠いんだけど、だ最近悩みは疲れてるはず、体は疲れてるって言ってるし頭は眠いって言ってるんだけど寝れないって時ない？本当にそれなんですよ。わかる？本当になんか最近まともな睡眠時間取ってない気がする。考え事しないで手足を脱力すると秒で寝れるらしい。え、そうなんだ。へえ。体調崩さないよね。大丈夫だよ。ありがとう。スイカありがとうございます。いやあ。なるほどね。手足を脱力してね。あ、今寝れちゃうわ。今寝れちゃう。いや本当に今寝れちゃいますよ、こんなんやってたら。部屋も片付けたいんですよね。てか7月半ばですよ。信じられないんだけど。7月半ばだって。やば、全部明日に回してみましょう。ダメです。今日は最低でも洗濯2回は回すって決めてるの。明日洗濯をしないようにするためには今日洗濯2回回したいの。今1回目だから。私がそうお風呂入ってる時に洗濯回しちゃえば時間もかかんないじゃん。今だからショールームしながら洗濯やってるわけよ。でショールーム終わったらあのお風呂落としながら洗濯物を干すので、私がお風呂入ってる時に洗濯回すの。そうで、ちょっと時間の有効活用をしてます。そう効率的に。でお風呂出てスキンケアして髪の毛乾かして洗濯物干して、でちょっとお風呂落としてる間にちょっと軽くクイックワイパーかけられたらかけたいって思ってる。寝る目標の、2時。遅くても2時には寝たいです。遅くても2時に寝たいな。1時は無理くない？だって11時にショールームが終わったとして、そこからお風呂落としながらやるでしょ。私お風呂に1時間かかるから12時に出てくるとして、お風呂にね12時に出てくるとして、そこから1時間で終わる？洗濯干して髪の毛乾かしてスキンケアしてって、私1時に出てくるかも分かんない。そうさっき帰ってきた、本当にショールーム始めるあの5分前ぐらいに帰ってきました。明日は7時半ぐらいには起きたいんですよ。7時半ぐらいには起きたい。
いや、やりたいこといっぱいあるんですよ。で、洗濯物畳んでないから、もうとにかく乾いたやつバーってカゴに入れてるんですよ。それは畳みたいし、ちゃんと掃除したいし、ちょっと使いっぱなしのものもあるから、それも片付けたいし、サイン書きしなくちゃいけないわ。あー、今目に入れちゃった、サイン書き。はい、あー、明日サイン書きもやらなくちゃいけないでしょ。終わった終わったー、お手上げやばい。え、待って、本当に私起きれるかな。積んでないですか期限が伸びた。あ、なんかあのねえ、なんかね、マネージャーによって違ったみたいなんで、あの無理です終わりません。でもあとは宛名と一言書くだけだから、マジで本当に宛名と一言あと書くだけだから、マジでそのおしゃべり会の合間にずっと書いてたんですよ。なんかこう、あと何秒で誰かが来るみたいなのあるじゃないですか。何秒で誰々さんが来るってなる、出るんですよ。そのギリギリまでうえって書いて、ヤッハーってやってました。そう、また別の書き物もあったから、別の書き物の方が先に書き終えないといけないってなって、それを書いてプラスサイン書きしたから、いや、もう本当マジで時間の有効活用しました。本当にで書くの夢中になってて、本当に数名の方にこう始まって、あ、ごめんみたいな、サイン書きしてたごめんっていうふうになってしまいました。本当にたまにこうだファンが来たよみたいなアナウンスが入るんですけど、それがない時があって、そう、もう本当にね、あ、洗濯切れました。もう本当に本当によ。チーンってなってでも1部から7部まであって、ほんとたくさんね、なんだろう、やっぱアルバム高いじゃないですか、シングルよりか。でもそれでもこう来てくださるファンの方もいて、でやっぱまあ数ヶ月空いたじゃないですか、3ヶ月ほど。そうね、もうなんか楽しかった、とにかくすごく眠そう。眠いの、頭回ってないのよそう、ちかなちゃんのお話し会申し込みましたって、ありがとうございます。そう、嬉しい、もう本当に楽しかったんですよね。あ、裏側動画のアフレコもしないといけない、やばい、ちょっと待って、あとはアフレコしてつなげればいいだけだった気がするんだけど、私アプリ終了しちゃったから、残ってる、残ってる、残ってた、よかった。あとはこれはアフレコを入れればいいだけです。はいいや、
ーでも本当に楽しかったおしゃべり会、ずっと笑いっぱなしだったし、うん、楽しかった だからすごい今アイドル活動を楽しめてる自信がある。こっちも自然と声でかくなってたごめんね、私声でかいんだわあ、そうそう、イヤホンあった方が聞き取りやすい方もいるかも。なんかわかんないんだけど、やっぱ通信環境なのかわかんないんだけど、こう途切れ途切れで聞こえる時があって、ただイヤホンすると聞こえやすいっていう方もいらっしゃるんですよ。だからイヤホンした方がこちら側としては聞き取りやすいかも。うん、かな。でもまあのイヤホンつけなくても全然聞こえる方は聞こえるんですよね。うん、だからもしそのおしゃべり会とかで聞き取りづらいかもみたいな感じで言われた方は一回イヤホンしてみてほしい。うん、って思う。こっちのマイクの感度が気になる。あ、全然大丈夫です。なんか聞き取りにくかったら聞き取りにくいってこうやってやったりするから全然大丈夫です。そう、なんか多分なんだろう、察し能力なのかわかんないんだけど、このさコメントもそうじゃん、こう書いてあってさ、たまに星になってさ、なんとかかんとかみたいな感じで書いてあるじゃないですか。それがこうたまに私読み取れたりするじゃないですか。おしゃべり会もそういう時があって、今日なんちゃらかんちゃらでコードなんちゃらかんちゃらみたいな感じで聞き取りにくいところがあってもたまに勘でわかるんですよ。あ、こういうこと言いたいんだなっていうのが。そうだからそれをこう察してありがとうみたいな、これでしょみたいな感じで言って話せる時もあるんだけど、本当にもうカクカクでもう途切れ途切れでっていうのは本当に聞こえなくて分かんないから、えーってやっちゃう。うん、何かこう参考になったらいいなと思います。意思疎通あくびか。イヤホンつけてるのに本体から出ると焦る。わかる、私もそういう時あったんですよ。イヤホンが壊れててまだスマホでやったことないから不安。おー、スマホでやったらあれかね、いつもよりちっちゃく感じるかもね。お疲れ様です、だってありがとう。もうさ、この間さ、フリーレっていうかレッスンの時にさ、こう携帯をこうマイクみたいにして踊ってたわけよ。そしたらもう携帯のこの角でガンって手の甲を打っちゃって、今さなんかさ虫刺されみたいなさ、わかる、これプツってあるの地味に痛いこれなんか虫刺されのようにさ、わかなんかなってるけど、
これ普通にね虫刺されじゃないんですよ。地味に痛いやつ。冷やしました？冷やしてない。もうこういうのをほったらかしたら治るって思ってる人なんだけど。そんなぶつけ方してるの初めて見た。そうなんですよ。誰のせいにもできない。そうそうなんです。劇場で浴衣姿が見れるんだよね。そうだよ、若いうちは治るよなんて。でも若いっていつまでが若いの？どうしようもないことってあるよね。浴衣イベ申し込みましたって、ありがとうございます。20代は若いようだって。若いか。何百体力の衰えを感じるまで。いや、私オールしたことないんですよね。ほぼオールみたいなのはしたことあるけど、オールはしたことない。20代後半から一気に来る。マジで。やば。25過ぎると一気に太り始めます。マジ？マジ？どうしよう。50分なったら終わりにしてもいいですか？50過ぎると薬が増える。すいません、ちょっと多分無理、持たない。いやー、これで寝ちゃうとダメなんだよ。ちょっとダメだ、寝よう、数分だけ寝ようって思うとガチ寝してるから、絶対寝ちゃダメって今自分に言い聞かせてます。明日のためにも残りの選択して早く寝てね。ありがとう。メールはもう書いてあります。そして起きたら白燃やせるって本当だよ。もう刺してたんだけど、マジでマジで、もう本当にさ、白燃やされてた。私この間人が頑張ってさ、ツアーのレッスンしてるつーいさ、燃やしに来てさ、もう燃やしたやつマジツアー来いよ。本当に洗濯干す前に寝落ちして、なんだ、朝また洗濯回す未来が見えます。いや
しません、そんなしません。罠がめっちゃ減ってるんですけども、もうもう全くもう壁は早く治んないのかい。もうやだよー、全くもう何？敵いるの？いるやん。誰だよこいつ。なんか称号みたいなの与えられてるんだけど。もう、もう、まったくもう、やだね。3、4回燃やしに来てる。はあ、そんなに燃やすの好きなの？いや、今は捕まってないと思う。解放されました。寝るときバリア貼っとく。グラビア良かったです、だってありがとうございます。捕まったまま、マジで？いやでもね、あれシェルターには入れてるのよ。シェルターに入れてるから大丈夫って思ってる多分。いやなんか多分ね、シェルターから出ちゃってたんだよね。だから私燃やされたんだよ。いや復活のミスはさ、いっぱいあるの。毒キノコが欲しい。毒キノコどうやって買うの？昨日売ってました。嘘、マジで？昨日売ってたの？610な層のパック。いやー、じゃあそろそろ壇上読んで終わりにするね。ごめんね、なんかゲリラで。13位菊丸さん、13位菊丸さん、12位グッピーさん、12位グッピーさん、11位ハブトゥーセーブさん、11位ハブトゥーセーブさん、10位ナリヒタさん、10位ナリヒタさん、9位カブさん、9位カブさん、8位パンダのテオさん、8位パンダのテオさん、7位 D 山さん、7位 D 山さん、6位ナチュラルさん、6位ナチュラルさん、5位マイクさん、5位マイクさん、4位タッチンさん、4位タッチンさん、3位ユウさん、3位ユウさん、2位ペンギンさん、2位ペンギンさん、1位佐藤つかさん、1位佐藤つかさん、ありがとうございました。はい、ということで、洗濯物干してお風呂落として許して寝ます。ありがとうございました。あくびつった、映しちゃった。ありが
がとう。もうなんか眠いのを通り越してなんかちょっとハイテンションになってるよ今。ねえって感じ。じゃあ皆様お疲れ様でした。また会いましょう。ルームバイバイ、ありがとう、またねー。